ンプキンナイトの参上だよ。あれ、怖がってないね。もう一回やり直してもいい？僕は永遠に夜をさまようパンプキンナイト。仲間になりたいのは誰？わあ、映画のキャラクターになったみたい。いたずらでレオナキングスカラーさんの尻尾を結ぼうとしたんだけど気づかれちゃった。次は頑張るぞ。パンプキンナイトのカボチャの葉は緑じゃなくて青なんだ。ちょっぴり不気味でかっこいいよね。兜で顔を隠しているときは合成音声で喋ろうかな。そうすれば絶対に僕ってバレないでしょ。ハロウィーンの夜っていつもと違う感じがするね。今夜は予測不能な出来事が起こるかも。シルバーさんに怖い話を聞かせて怖がらせようとしたんだけど大失敗。開始2分で寝ちゃうんだもん。嘆きの島じゃハロウィーンにお菓子を準備してくれる人が少なかったから兄さんと苦労して集めたよ。カリモアルアジーモさんの首に冷気を吹きかけたらすっごく驚いてくれた。いたずらしがいのある人だな。ゴーストって構成要素とか解明されてないことも多いんだよね。捕まえて解析してみたくならない？僕に気づかれずにいたずらをするのは難しいと思うよ。1キロ圏内は人感センサーで検知できちゃうからね。